タムリーハイボールクラブへようこそ。本日はバーボンガール田村がおすすめするバーボンウイスキー5選ご紹介します。早速まず一つ目ご紹介します。みたいな感じで本当ね、チャンネルを乗っ取られかけるっていう初の流れが始まっておりますが、僕がちょっとこうその辺に遊びに行ってる間になんかすでに始まっておるわけなんですけれども、はい、回してもらいました、ありがとうございます。改めてですね、自己紹介お願いいたします。はい、バーボン大好きリカマンのバーボンガール田村です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はですね、こちらのリカーマウンテン梅田店さんの方で、改めてなんか僕はやっぱりちょっとバーボンがあまり詳しくないので、はい、改めてバーボンガール田村さんにガバウマなバーボンウイスキーを、はい、紹介していただこうという、まあ、これからウイスキーを覚える以上に、これからバーボンに入っていきたい人にぜひぜひ見ていただきたい、今回はもうスペシャルな回となっております。もう相当バーボンお好きというのことですけども、はい、いかがですか。もう本当にもう20歳の頃からバーボン飲んでて、20歳の頃はい、もういきなりバーボンから入ったので、いきなりバーボンなんですね、はい、ステーキじゃなくてバーボンから入ってます、はい、素晴らしいですね。こういやもうそれだけもバーボンのことを愛しておられる田村さんであれば、かなり、バーボンについてですねしっかりと説明していただけるかと思いますので、今回バーボンの魅力に皆さんに触れていただきたいと思いますので、ぜひぜひ本当よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。では早速始めたいと思います。まずバーボンガール田村さんがおすすめするバーボンウイスキー1本目はこちらでございます。はい、1本目はエライザ・クレイグです。では田村さん、エライザ・クレイグの、セールスポイントはどこになりますか。はい、エライザ・クレイグはバーボンの祖って言われるぐらいバーボンの王道だと私は思っていて、もう久しぶりに飲んだ時にすごいこれぞバーボンだなっていうぐらい味わいがしっかりあるウイスキーになってます。で、まあ、初心者からクロートまでずっと楽しめるウイスキーだと思ってますので、まずはまあ入りはこちらから入っていただけたらなと思ってます。なんか里帰り感のあるバーボンウイスキー、はいはい、それこそがこのエライザですね。はい、そうですね。ではそんなエライザ・クレイグをストレートでテイスティングしていきたいと思います。では早速エライザ・クレイグをストレートでテイスティングしていきたいと思います。いただきます。いただきます。香りいいね、うん、いいですね、こうそうですね、華やかですね、やっぱり、ね、ではちょっといただきます。お、うん、めっちゃ飲みやすい、まろやか、うん、まろやか、滑らか、すっとなくなりますね、ね、うんうん、しかも余韻がしっかりと濃い味で、うん、後からきますね、すごい、ね、香りね、飲みやすい、うん、飲みやすいです、うん。実際セールスポイントとしてはやっぱりこの飲みやすさとか、はい、そうですね、うん、飲みやすさ、やっぱ滑らかさ、やっぱしつこくないので、うん、あまり口の中で、うん、なのでやっぱりモルトラバーも結構ハマっていただけるかなとは思います。なるほどですね、うん、確かにこれは本当に美味しいバーボンウイスキーということで、うん、こいつはガバウマだぜ。バーボンガール田村さんがおすすめするうまいバーボンウイスキー2本目はこちらでございます。はい、2本目はウッドフォードリザーブです。おー、出たー、僕も知ってる、はい、ド定番でございます。ド定番です。ボトルのね、形もまた特徴的でね、はい、スタイリッシュで ね、ちょっとフロムザバレルっぽくてそうですね、すごく目を引くデザインなんですよね。はい、やっぱ女性も男性もこのスタイリッシュなボトルに惹かれてるかなとは結構思います。いいですね、はい、セールスポイントとしてはどこになりますか。はい、やっぱチョコレートみたいな香り、バニラだったりの香りと、あとはすごい滑らかでコクもしっかりあるので、これもまあバーボン好きだけでなくモルトラバーにもしっかり楽しんでいただけるウイスキーかなと思ってます。おー、いいですね。ではそんなウッドフォードリザーブを早速ストレートで飲んでいきたいと思います。では2本目ウッドフォードリザーブをストレートでテイスティングいただきます。あ、ウッド変わってちょっと香り立ちも違いますね、うん、そうですね、ちょっと柔らかな香り立ち、うん、柔らかい。ではいただきます、はい、
こっちは結構来比率が高いんですか？そうですね、しっかり味が感じられて、それでいてでもこっちの方が個人的にはすっきりしてる感じがあるんですけど、うん、あ、そうですか。これもロックとかで飲むとよりすっきりして楽しめるので、私はロックが結構おすすめになります。ロックおすすめですね、はい。これアルコール度数はちなみに結構そんなに強くなくて43度、割とちょうどいい。なんか、はい、アルコール度数以上にじゃあ味的にはしっかり濃い味ですね、はい、そうですね、結構濃い味で、さらに濃い味が好きな人は今ちょっとないんですけど、ウッドフォードのダブルオークっていうのウイスキーをもう一回樽通したものがあって、それはガバウマです。おそれもガバウマバーバンですね、はい、もう私の1位2位を争うバーバンになってます。そうですね、はいはい、皆さん聞きましたか、はい、これが気に入った方はさらに、はい、ダブルオークダブルオークですね。こういやもうそれすごい大事な情報ですね、はい、こうはい、もうぜひあの甘いもの好きな人とかはこちら飲んでいただきたいです。バニラアイスにかけても美味しいですし、美味しそう、はい、ドライフルーツと一緒に食べても結構美味しいです。うん、甘いもの好きにはたまらないと思います。あ、なるほどですね、ありがとうございます、はい、改めてやっぱりこのウッドフォードリザーブですよね、うんうん、間違いなくガバウマだぜ。ではバーボンガール田村さんがおすすめするうまいバーボンウイスキー3本目はこちらでございます。はい、3本目はワイルドターキーのライです。おー、いいですね、はい、こちらのセールスポイント、ライってでも珍しいですよね、はい、でちょっとバーボンおすすめするって言ってライ入れたのはあれなんですけど、いやでもやっぱりね、ここで一発ライも入れとかないとっていうところで、はい、ちょっとライも挑戦したい方にはぜひと思って入れてみました。いいですね、ライの中でもやっぱり飲みやすいライって感じですかね、はい、そうですね、めちゃくちゃ飲みやすい、やっぱりライって独特な香りとスパイシーさとか、うん、苦手な方多いっていうのをちょっと聞いてて、はい、もう苦手な方にこそちょっと一回挑戦してみてほしいなと思って今回入れてみました。もう表情からも出てるあのライに関するこの熱い思いですよね。でも実際それをやっぱりそのバーボンガールさんがこう実際に飲みやすいライだよということで紹介していただいたということで、では、はい、このワイルドターキーライを早速ストレートで飲んでいきたいと思います。では田村さんおすすめのワイルドターキーライをストレートでテイスティングしていきたいと思います。あ、すごいすっきりとした爽やかな香り立ち、うん、やっぱさっきのギャップがありますね、すごい、うん、これいいですよ、うん、なんかね、確かにおっしゃってたようにライってちょっと飲みにくいイメージがあるんですけど、うんうん、香り立ちそんなこともなくてすごく香り立ちからは全然、うん、ではいただきます、はい、飲みやす、飲みやすいですね、あまりピリピリもそこまで来なくて、そういや、うんうん、いやすごいあのライトな感じで、うん、甘さもすごい爽やかさもあって、うん、これはすごいですね、これアルコール度数は度数はちょっと低めで40度なんですけど、あ、なるほど、そこも飲みやすさに、はい、つながってるんですね、うん、はい、非常にこのライの中では本当僕もねライってやっぱり飲みにくいイメージがあるんですけど、うん、はい、非常にすっきりとしてむちゃくちゃ飲みやすいですね、はい、しかもちょっとワイルドターキーの個性もしっかりあるので、うん、やっぱりそのまろやかなコクとかもちょっとあるので、やっぱバーボン好きも飲んで、ま、納得かなと思います。そうですね、これは外さない味ですね、うん、はい、ロックとかで飲んでいただくともっとすっきりと、ちょっと加水されるとまた味も変わってくるので、うん、もうそういったいろんな飲み方で飲んでほしいです。そういったところもおすすめですね。おすすめです。こいつもガバウマだぜ。ではバーボンガール田村さんがおすすめするうまいバーボンウイスキー4本目はこちらでございます。はい、4本目はヘブンヒルでございます。お、はい、来ましたね、来ました。バーボン好きの間ではもう結構定番的な感じですよね、はい、定番ではあります。やっぱり安い、そうですよね、はい、そこ大事ですよね。安い1000円台で買えるウイスキー、もう今ねバーボン、ね、うん、ウイスキーちょっと値上がりがすごいですもんね、はい、もうなんか2000円台だったウイスキーも3000円とかになってきて、ちょっとね、バーボン安かったのにっていうのはあるんですけど、うん、この子はまだ安い。あ、いいですね、お財布にも優しいところもセールスポイントですね、はい、はい、毎日飲みにしてもらいたい一本になるので選びました。 ありがとうございます、はい、ではそんなヘブンヒルを早速ストレートで飲んでいきたいと思います。
ではヘブンヒルをストレートで飲んでいきたいと思います。あなんかすごいですね、さすがなんか選ぶもの一つ一つが個性的で、はい、またこれまた違った香り立ち、うん、こちらもね甘い香りはしますけどね、うん、すごい面白い、勉強になります。あ、よかったですありがとうございます。いではこう、ね、はい、しかもこれって1000円台前半ですよね。はい、はい、前半なので、特にまあ選んだ理由としてはハイボール好きに飲んでほしいなと思って選んだので、あ、なるほどですね、こう、はい、まあ、ライトな使い方、はい、ライトにもういただきます。うん、あなんかザ・バーボンって味がするわかりやすいステレオタイプならバーボンの味ですよね、これ。ウッディーさ、バニラさ、うんうんうん、やっぱなんかアーリータイムズのイエローとか飲んではった方にまたハイボール要因として迎え入れてもらえたらなと思ったの、うん、そうですね、確かにアーリーのイエローも今、うん、あれですもんね、終売してね、はい、あ確かにアーリーのイエローの感じだ、はい、わかりますわかります、はい、多分それでバーボンだってなってた、そうですねでも本当確かにこれはいいですね、うん、はい、うん、これはもう本当に毎日飲めますね、うん、これのハイボールで唐揚げ食べたいです。あーいいですね、わかる昼に昼に昼昼飲みでもこれはやっぱコスパもいいし、はい、美味しいし、間違いない、こいつもガバガだぜではバーボンガール田村さんがおすすめするうまいバーボン、ラストはこれでございます。はい、ラストはメーカーズマークのヤヒサセレクトチルでございます。これはあれですね、はい、リカーマウンテンさん1000倍的なやつですね。はい、ちょっとめちゃくちゃ癒着みたいな なんかなっちゃったんですけど、本当に美味しいので選ばせていただきました。なんか噂にはお金がね、はい、お伺いしてるんですけど、これ相当やばい、うまい、やばい、ガバウマですね。ガバウマですよね。こちらセールスポイントとしてはどこのあたりになりますか。はい、セールスポイントとしてはすごい柔らかい飲みやすさで、まるでマシュマロを食べているかのような、マシュマロ、はい、初めて、はい、バーボンを飲んでてマシュマロっていう表現を初めてしたので、こちらを飲んですごい柔らかくて溶けるような優しい甘みが特徴のバーボンになってます。そうですよね、こうだってレギュラーのメーカーズマークってそんなマシュマロ感ないですよね、はい、はい、もうやっぱメープルシロップだったりですよ、ね、そういったイメージが強いと思うんですけど、こちらはもっと優しい、あ優しいんですね、甘みが、はい、まさにチルです。あ、はい、チルいいなではそのチルなメーカーズマークをストレートで飲んでいきたいと思います。ではメーカーズマークプライベートセレクションをストレートでいただきます、はい、お一番香り立ちがはっきり、はいはい、輪郭がめちゃくちゃくっきりしてます。これだってアルコール度数も結構高いですよね、 54.65 度、はい、しっかりあります、アルコールも、ね、だから飲み応えもある。でもこれ価格もお安いですよね。最近のバーボンのこと考えたら7700円って結構お求めやすいですよね、はいはい、そうですね、もう今回セレクトした中で唯一5000円オーバーなんですけど、それでも全然安い方だとは思う。今の昨今のこのバーボン高騰の中ではすごくお買い得なんじゃないかなって思います、ね、はいはい、しかも限定ものではあるので、はい、まだ買いやすいかなですよね、はい、では早速ちょっといただきたいと思います、はいはい、うん、めっちゃ濃い味、うん、味濃い でマシュマロですね。 あります、うん、よかったです。もうずっと残りますね、鼻の奥まで。あ、砂糖菓子、うん、あです僕結構余韻に酸味が口の中にも広がって、うん、それがすごく逆に言うと爽やかな感じがあって、うん、飲み進めれますね、うん、すごいですね、うん、めちゃくちゃ味も濃くて、うん、でそれでいて華やか、なんかいろいろな表現が出てくるんですけども、はい、複雑味がねしっかりあるの、しっかりある。これは長浜蒸留所のヤヒサさんが選んだものになるんですかね、はいはい、そうですね、ヤヒサさんが5つの原酒をブレンドしてそれをボトリングしてもらってっていう商品になってます。これは、プライベートセレクションということで一応限定品になるんですかね。そうですね、一応限定品で、まあ、本数は限られてると思うので、もし、はい、お気になった方はぜひお買い求めください。
でも、まあ、本当間違いなく美味しいやつですから、はい、うん、これは全然おすすめできますね。はい、ぜひあのモルトラバーの方に試していただきたいなと思ってますので、ぜひお願いします。ラストもガバマだぜというわけで、ここまでバーボンガール田村さんおすすめのバーボンがずらりと並んでるんですけれども、はい、これからバーボンに入っていきたいあのハイボールラバーの方に向けてですね、ハイボールで美味しい一本を選んでいただきたいと思います。はい、やっぱりその説明の時にも言ったんですが、こちらヘブンヒルを選ばせていただきます。じゃあこのヘブンヒルをですね、我々、ラストハイボールで飲んでですね締めたいと思います。はい、ではラストヘブンヒルのハイボールで乾杯いただきます。うわーさっさっさっいや、このバーボンと組んだ泡立ちがまたいい感じですね。そうですね。で、しっかりソーダで香り立ちますね。はいはい、食欲をそそる。はい、確かに昼から唐揚げっていうのがわかる。唐揚げ、もう外で。外で。外で唐揚げ。唐揚げとこれ。はい、あ、いいですね。いただきます。はい。むっちゃ爽やか。めっちゃ美味しいです。ね。いいですね。こうとても飲みやすいっていうのはもう当たり前として、はい、これ確かに脂っこい料理をさっぱり流してくれる爽やかさ、うん、はい、でなんかちょっとバーボンの風味濃い味苦手なんですよねっていう人も、はい、これは飲める。飲めます。本当にすっごくいいですね。さすがバーボンの達人。はい、はい、もう任せてください。もうあ、マイク叩いちゃった。いやもうすいません。間違いなくもうバーボンを飲みまくってるからこそのやっぱり間違いのない5本、その中でもやっぱソーダは本当ヘブンヒルがもう確実に極上な味わいをね、はい、なっちゃう極上な味わいを、そうですね、こうやってくれてるわけですけど、グダグダですね。もうかなり出来上がってきてるんですけどね。はい、はい、いやでも本当あのめちゃくちゃ、はい、飲みやすいです。もうガチ飲みですね。ガチ飲みだ。最高にうまい、うん、はい、もうこれは間違いない。こいつはガバマだぜ。というわけで今回はバーボンガール田村さんがおすすめするバーボンウイスキー5000ということでお送りしたんですけれども、いかがだったでしょうか。実際にですね、なんとこちらのバーボンすべてリカーマウンテン梅田店さんの方では量り売りということで販売もしておられるんですよね。はい、そうです。もう10ミリの、試飲から50ミリのボトルに入れて、持ち帰ることもできますので、ぜひお試しください。これ見てみると、はい、100円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 、200円、これ10ミリあたりの値段だと思うんですけど、はい、これ50ミリで500円しかしないんですよね、はい、この辺とかね。そうですね、もうかなりもうリーズナブルに楽しめます。だからなんかいろんな小さいボトルに入れて、はいはい、ご自宅でいろいろ試すこともできるんですよね。はい、はい、そうですね。もうさっきハイボールロックでっておすすめしたんですけど、まあ、僕はもうストレートがいいなとか、もうそうやっていろいろ試していただけたらなと思ってますので、うん、だからこういうなんか量り売りがあるのも梅田店さんの良さなんで、あの実際にご来店された際はですよね、このなんかいろいろまでも他にもある中で、はい、田村さんにぜひあのウイスキーをチョイスしていただくというのもいいのかもしれませんね、うん、はい、もうお好みの銘柄だったりその味は言ってもらったらもう選ばせていただけますので、バーボンのことなら私にお任せください。おー素晴らしい、はい、というわけであの今回はねこう田村さんがですねもうグイグイ来る回でしたけどもね、はい、はい、冒頭から失礼いたしました本当でもね改めて本当今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またお願いします。はい、はい、モッサンハイボールクラブではこういった形でこれからもいろいろなことにチャレンジしていきたいなと思っております。今回の動画が良かったなという方、いいね、チャンネル登録、コメントぜひぜひよろしくお願いいたします。そしてリカマンさんの梅田店のインスタの方のフォローも合わせてよろしくお願いいたします。長い時間ご視聴ありがとうございました。タムリンハイボールクラブ&モッサンハイボールクラブでした